ズーチャンネル。いつもと違うオープニングに驚かれた方もいるかもしれませんが、乗り換えたわけではありません。これまでユーザー車検だった相棒の車検を初めてバイク屋さんでやってもらっているので、代車をお借りしました。この機会にずっとやってみたかったインプレ動画を作ってみました。お気に入りのYouTuberさんの真似をしています。パクリではなく、モノマネということでお許しください。インプレする車両も古いので、今さら需要はないかもしれませんが、よろしければご覧ください。皆さん、こんにちは。ズーです。本日はこちらの GSF750 の試乗、インプレをさせていただきます。それでは、車両を見ていきたいと思います。登録は1997年なので、27年前ですね。現在の走行距離は 54,000km です。中古市場の価格は40万円前後。ですが、あまり玉数は多くないようです。フロントブレーキは、日清製の片押し2ポット。ダブルディスクです。ラジエーターに見えますが、スズキお得意の揺れエンジンなので、これはオイルクーラーです。今では珍しいキャブレターです。当時は、これが当たり前でしたけど、マフラーは、こんな感じ。リアのブレーキキャリパーは、対向2ピストンです。しかも、時子製。フロントとリアで、キャリパーのメーカーが違うのは、珍しいと思います。アフリカツインの前に、スズキの SV400S に乗っていたのですが、ついていた時子製のフロントブレーキが、自分の感覚に合わなくて、ブレンボ製に交換していました。この車両は、日清製でよかった。これは、チョークレバーです。車両をお借りするときに、キャブ車なので、チョークがあります。と念入りに説明してくださいました。他に、パッシングスイッチ、ヘッドライトの切り替え、ウインカーにホーンスイッチ、シンプルなスイッチ回りです。メーターも、速度計、燃料計、回転計のシンプルな3連メーター。液晶はありません。右側のスイッチ回りもシンプル。キルスイッチ、ハザードスイッチ、セルスイッチだけです。ブレーキレバーはアジャスター付き。はじめヘルメットホルダーかなと思いましたが、シートロックでした。シートの下はこんな感じです。晩酌のつまみと酒を買って帰るので、バッグとツーリングネットを入れてきました。カッパくらいなら余裕で入りそうです。引っ掛けるタイプのヘルメットホルダーですね。2箇所あります。キーをオンにしても最近のバイクのようにメーターは動きません。エンジンをかけます。ニュートラルでもクラッチを握らないとセルが回りません。足つきチェックをします。私の身長は169センチ、股下は78センチです。厚底ではない普通のライディングシューズを履いています。ステップの前でも後ろでも両足のかかとが
べったりつきます。ポジションはこんな感じ。ハンドルは少し低いですが、近いので前傾はきつくありません。後ろから見るとこんな感じ。ステップの前、ステップの後ろ。車重は XRV750 アフリカツインと同じくらいですが、しっかり足がつくので軽く感じました。センタースタンドを立てます。ギアはニュートラルです。スタンドに乗ることができるタイプなので簡単ですね。下ろす前にギアを入れます。センタースタンドを踏んでいればバイクは倒れません。ギアを入れてサイドスタンドを出しておくと安心です。動かします。ハンドル幅が狭く低いので押しやすいです。下げるときはシートのベルトを持つとやりやすかったので、自分のバイクにもつけたいなぁ。私は取り回しが苦手ですが、GSF は自分が上手くなったと思えるくらい簡単でした。というか、大型アドベンチャーバイクの取り回しは難しいんですよ。取り回しは以上です。8の字、旋回、Uターンをやってみます。お借りしてから 50km くらいしか乗っていないので、全然慣れない車両ですが、簡単に8の字ができます。すごいトルクという感じではないのですが、スムーズなエンジンで扱いやすいです。2000回転くらいでもギクシャクしないのは4気筒だからでしょうか。リアブレーキもコントロールしやすいですね。さすがに今回はフルロックターンできませんが、乗り慣れたらできると思います。おっと、危ない危ない。Uターンも簡単。低速のバランスが取りやすいです。出発します。この車両をお借りして初めて乗った時からなのですが、脳内 BGM で小比類巻カオルさんが流れまくってます。40代以上の方にしかわからないかもしれませんが、危ないデカの舘ひろしさんのイメージ。まずはワインディングというより峠道を走ります。私は過酷な道という意味の国道と言われるような道が大好物なのですが、 GSF はどうでしょうか。ここは国道というほどではありませんが、インプレにはちょうどいいでしょう。ちょっとした溝がありました。アドベンチャーと比べるとこういうのは苦手みたいです。フロントが少し柔らかいように感じました。でこぼこしたところで底付きはしませんが、ショックを吸収しきらない感じです。
フロントブレーキが奥で効く感じでしっかり握る必要があります。オフ車っぽい感じで私は好みですが、カチッとした効きが好みの方は効かないと思うかも。切り返しはよいしょといった感じで少し力を使います。今ちょっと回転が落ちてしまいましたが、ストールする感じにならないでちゃんとスロットルに反応して加速できました。普段はリアタイヤに乗ってフロントを回す感じでコーナーリングしていますが、 GSF はフロントに荷重してグイって入っていく感じのコーナーリングになりますね。ここからワインディングと言われるような速度域の高いところを走ります。舗装も綺麗なので GSF も本領発揮かな。GSF はこういうところの方が得意みたいで楽しいです。バトラックスのスポーツツーリングを履いています。普段のアナキーアドベンチャーと比べると転がりがスムーズですね。山を降りて最後に高速道路を走ってみようと思います。高速道路です。そういえばネイキッドで高速走るの初めてかもしれません。ちょっとドキドキ。合流で気持ちよく加速しますね。今は80キロで走っています。少し風圧を感じますが思ったより平気ですね。100キロまで加速してみます。風圧が全然違いますね。カウルのありがたさを実感しました。ネイキッドで高速道路を長く走っている人はすごいな。高速を降ります。スズキ GSF750 の感想は一言で言えば普通で乗りやすいですね。ホンダ乗りなのでこのタイプの車両ではCB をおすすめしたいところですが、非常に価格が高騰しているので安く買えて乗りやすい GSF はおすすめできます。燃費は満タン計測でリッター約20キロでした。タンク容量は19リットルなので航続距離は380キロ、300キロくらいで給油って感じですね。初めて試乗インプレ動画を作ってみました。お金をかけてバイクを借りてまで撮影はできないので、最初で最後になるかもしれません。この程度の紹介動画で良いから作って、と思われたショップさん、オーナーさんがいらっしゃいましたら、ご連絡ください。ご協力します。もちろん無料で。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。See you.